今日は7月の6日です。で、今日で、ここをちょっとやっつけてしまおうかなっていう感じです。はい。まあ、一応問題は、まあ、一応ですね、もうめんどくさいんで、かなりこれ湿気にやられてる、ふわふわしちゃってるんだよね。ベニヤ、しかもこれベニヤ1枚だからね。ほら、結構ふわふわしてるし、まあ、中にこんな感じなんだよ。で、問題点として、まあ、ここ暗くて分かんないけれども、まあ、水道管の立ち上げがあると。で、水道管の立ち上げは構造材をちょっと水道管の直径ぐらい削って地面の下から立ち上げてるんで、まあ、地面の冷気が実はこれ浴室に直接入ってくるという構造になってます。なのでクソ寒いです。マジでクソ寒いです。なのでまあ一応こっち側はやんなくていいかなって感じです。なんでかっていうと、納屋があるので、まあ、気密性はゼロとはいえども、その外気に関しては風がちょっとあんま当たるのが柔らかいということなので、まあいいんじゃないのっていう感じです。でまず一番断熱すべきここなので、であとはこれカビがちょっと生えてきちゃってるんで、まあ、お風呂の湿度対策ということでですね、めんどくさいんで、はい、こう使用量を買っていこうと思います。こんな感じで、まあ、あとは発泡スチロールの上から香料をですね、ペンキを浴室用のペンキ塗って、湿度対策をする、そんな感じでやっていきます。はい、どうも、ゆとろぐです。今日でですね、今日の動画は、まあ、引き続き脱衣所から、配管ですね、給水パイプ伸ばして、洗濯機と洗面台を移動させるという動画になります。で、後半には、今ではですね、冷蔵庫を置いてある場所があるんですけど、そこの、床の補強をするところかな、その一歩手前までやってます。いやー、終わらんなーって感じですね。まだまだね、あと2ヶ月半ぐらいありますね。だいたい1日4時間以上は撮ってるんで動画、まあ、結構きついっすね。で、これ1日を2本分に分けないとダメなくらい長いっす。でちなみにこれは7月の頭ですね、ようやく。この、ナレーションの吹き込みやっているのが9月の13ですね。いやー、きつい。あ、でですね、ちなみにもうプレオープンしてるんで、入居の相談もしくは、内覧ですね、そのメッセージは Twitter の DM にて、承っております。それとですね、今年に限ってプレオープンにしてます。10月20日くらいまでのプレオープンです。あともうちょいで1ヶ月を切ってしまいますね。まあそんな感じなので、どしどし内覧、もしくはまあ1ヶ月しか住めないですけど、まあ、入居のご相談お待ちしてます。Twitter、DM より、受付をしてます。よろしくお願いします。で、まあ、動画に話は戻りますけれども、これはですね、脱衣所の断熱をしてます。発泡スチロールを壁に断熱してますね。まあ前回、前々回で、この脱衣所の壁は、まあ、ダイレクトに外なんだというところで、まあ、おそらく冬はくっそ寒いであろうということで、断熱をしております。で、もうこれはふかし壁という断熱です。で、ふかし壁をするにも、あまりふかしすぎても圧迫感が出ちゃうんで、仕方なく発泡スチロールの一番薄いやつで、やってます。で、これまた意外にあったかいんですね。はい。まあ、大体こんな感じで、ちょっとあれグリグリやっちゃったんで、もう一回、この段でやり直すかなっていう感じかな。まあ、一回やりますね。そうですか。まあ、一応こんな感じになってます。暗いんで、照明どっかにつけようかなとは思います。はい。これ接続してみます。チーズ買ったはずなんだけどもうなくなっちゃったんで、どこ行ったんだろうって探してるんですけど、まあ、とりあえずどうするか、まあ、蛇口をこっちにつけて、まあ、どっちにも蛇口は必要か。まあとりあえずここにずっぽし入るように何かがあればいいかなと思います。ちょっとやってみますか。はい。で、まあ今から振り返るに、もうこれらの設置は終わってます。で、特に、そうですね、リフォームをしながら、ここは、自宅兼、定期借家、もしくはルームシェアという形態を睨んで作ってます。で、ここまで来るまでに何が辛かったかといえば、まあ去年で言えば風呂が入れなかったので、銭湯代がかなり出て、やっぱりお金尽きるスペースが、ペース早いですね。で、あと、洗濯も貯めた時に行く、コインランドリー代。これ、意外とバカにならないんですよね。で、着替えるものがなくなったら強制的に1日休みなんで、そんな感じのスパンでやってました。で、この時までかな。去年から始まって、今年の8月4日ぐらいまでかな。仮オープンをできるまでは、もう朝7時、8時からもう晩までやってましたね。6時、7時。まあ日が長かったっていうのもあるんですけど、いや、でもこれきついっすね。1ヶ月、2ヶ月ぶっ通しで朝から晩まで朝の7時から夜の7時、8時までやる。まあこれはですね、起業するとかに関しては、まあ仕方がないことかなと思います。まあ物販やってた頃は即金性が高くて、まあ良かったんですけど、なんかもうやる気にならないですね。はい。でもこれは必要経費です。やっぱり自分の経験、体験が伴うものってなんか楽しいなって思います。まあお金がついてきてないのが悩みなんですけど。はい、まあ、それをこのままどうするかという話です。はい、そうか、脱水上洗濯専門だからこれでいいか。とりあえずこれでいい。これでいいや。私ね、これで、はい、私ね、これで、お願いします。はい。まあ、あともう一個はこっち蛇口つけるんですけど、さすがにその骨格のチーズないと、示しがつかんよなということなので、じゃあ、直角のチーズ買ってきますか。はい。で、チーズっていうのは、この架橋ポリにブスって刺す、継ぎ手のことで、これはちゃんと奥までしっかり刺さないとダメですね。で、あと、なるべく架橋ポリって、今動画だとすごい二股に分けた後かなり短めですね。奥の左手側。これは洗面台の蛇口をまあ乱暴につけるためだけなんですけど、あんまり短く切んない方がいいですよ。短ければ短いほど架橋ポリといえど硬いんで。なので、やっぱり80センチからまあ1メートルを最小単位として、切っていった方が、後々楽ですね、後々。まあ、来年の計画でちょっと失敗してますね、これは。はいはい。まあね、雨降ってきちゃったね。夕立が結構多いから、まあ、一旦ちょっと、まあ、こうやって水が入ってくるのかを、話に見てみるのもいいかな、という感じです。蜂が入ってきたら、どこから蜂が入ってくるんだろう。やっぱり、通風口を作った方がいいな。点検口を作りたいね。点検口を作りたいですね。あ、金ありか。じゃあちょっとここ開いてみようかね。はい。開いてみましょうか。まあ一応取り留めのない作業になっちゃうんですけど、やっぱり資材を買って、まあ使うべきところの資材を使って、それを使い終わったらじゃあ今度残ってる資材を使うために別のところに行くっていうような。手順でやってしまってますね。やっぱり一部屋やった方が良かったのかって振り返ると思うんですけど、やっぱり一部屋やっていくと行き詰まるんですよ。結局1部屋2部屋、終わった時点で誰か入居者募集して、DIY をね手伝ってくれる人に入ってもらおうかなとは思ったんですけど、いかんせん80万に募集して、もし人が入ってたりすると作業スペースがなくて回らないんですよ、この物件の場合。とにかく狭いんですよ、中途半端な間取りと中途半端な寸法で。で、特に長いものが必要なのに、その長いものを搬入しようとするための搬入路が確保できないんですよ。大抵、外のドアを開けて、8畳間に物を1回突っ込んでから、廊下の方に90度反転するみたいな感じなんで、それができませんでしたね。まあ、それはそれでいい、勉強というか、授業料でしたね。はい、まあ、一応補強するとしたら、まあ、一応ここの根田3本かな、ここら辺に1本あって、まあ、このカメラじゃ見えないけどビスを打ってあります。で、はい、久々登場ですね、この金庫。売り主のおっさんにこの金庫いらねえから言って残置物処分をお願いしたけども、まあ、案の定残していきましたね。多分思って持ち上がらないからもうめんどくせえからポコッといくんだろうな。やっぱ口約束ってあるんだろうな。まあいいんだっていう感じです。で、ここに冷蔵庫を設置っていうか、ここに置きっぱなしにしますので、まあ大体これを床つかにして、まあ、効かせておくと。で、この根田が仮に、アリに食われてしまってダメになってしまったとしても、まあ、落ちるのはこの金庫の上になるという計算でやりますので、まあ、大丈夫だろうという感じです。で、まだあと外にブロックがあるんで、まあ、ここ縦にブロックをずらーっと並べてブロックを効かせる感じです。まあ、これを、まあ、ここ冷蔵庫が、まあ、乗っかって圧がかかるであろう場所でやりますので。はい、まあ、そんな感じでやっていきます。この前だいたいこの冷蔵庫のところにはこれ、まあ、分厚いこういう板があったんで、これを切ってそれを効かした上で、ここに設置をして、かつ、まし針ですね、まし針をした上で、まあ、ここをキッチンを使っていくという感じになります。でも押したらやばいしね、これ結構水入ってきてくから。これ茶色のこれかなり水がねいい水位まで来てるから、これちょっとまずいんだよね。なんでなのかなんだけど、多分、床下入ると分かるけど、これ台所の排水口が実はちょっと1段上がってるんよ。そっからだいたい20センチか30センチ、ここはもう1段ね落ちてるんだよ。だから結構きついねこれ。だから多分カーポートを屋根で家の周りをダーって囲って、できれば床下とか軒下に近いところに水が落ちないようにしないと、まあ、水は永遠と入ってくるだろうなって感じです。で、あとはそこが終われば裏の水路のところの納屋ですね、一番低くなっちゃってるところ侵食されてね、まあ、そこから入ってくるっていうので、まあ、そこを、まあ、セメント持って、まあ、15から30センチぐらいババンと盛ればまあいいかなって感じです。なのでちょっとこれを床を効かしてみましょうか。はい、でこれがですね、結局全てが連動しているんですよ、原因が。まあ、これ床の下にですね、まあ、バチャバチャ水がもうすでに溜まってて、これたまんねえなって話でしたね。で、この金庫をですね、使い道がもうどうもこうもない。で、この金庫を、塚に強制的に使うことによって、ブロックと塚の節約に成功してます。で、今ここにですね、冷蔵庫540リットル置いてありますんで、それがかなりでかいですね。まあ、とにかくあるものを使いましょう。そんな感じです。バイバイ。